はい、ゲーム業界の女性たち、今回はスクエアエニックスさん、宣伝部で、携帯電話のゲームを、はい、ご担当されている渡辺紀子さんでございます、はい、よろしくお願いします。渡辺さんは携帯電話のゲーム、はいはい、今はどんなのが盛り上がってる感じですか？そうですね、ファイナルファンタジー4、ジアフター、月の期間、あれです。あれがもう来月のクライマックスです、クライマックス、もう随分クライマックスには突入してるんですけど、はい、小配信なんで、はい、12月にいよいよあのドコモでは最終章と、はい、FF4 といえばね、スーパーファミコンで第1弾、はい、うん、僕的にもすごい思い出の深い作品で、ちょうどあの頃僕、はい、子供ができまして、男の子だったらセシルかカインで、漢字も一生懸命考えたんですけど、はい、まあ、女の子だったんですね、女の子リディア、リディア、はい、ローザじゃなくて、まあ、リディア、リディア島で、ああ、ええ、それでちょっとあの方向的にロ、まあ、うん、まあそういうのもあるんですけど、リディアダメですか？リディア人気ないですか？いや、いいですよ、すごく。リディアもダウンロード多いんじゃないですか？あのその前のショーから、はい、あのリディアのショーが出た時 の、はいはい、そのダウンロードの装着率っていうか、はい、皆さんあのすぐ、はい、たくさんの人がリディアに食いついてくれて、はいはい、待ってたんですよ、みんな、やっぱりね、相澤さんみたいな方がいっぱいいらっしゃった。だから世代的にはきっと僕らぐらいの人がね結構多いんじゃないかなと思うんですけど、あのクライマックス迎えるっていうことで、はい、かなりね、もう時田さんもノリノリでやられてるというような、ノリノリです ね、はい、いや、時田といえば、はい、今年ですね、半熟ヒーローが20周年ということで、はい、あの携帯でもあの元祖半熟ヒーローっていうのがですね、はいはい、ドコモさんで配信になりまして、20周年です。ああ、20周年、去年ファイナルファンタジーが20周年です、ね、はい、渡辺紀子さんもね、だいぶこちらで、うん、そろそろ20周年、まだまだです、まだまだいけます、何を言ってるんですか、まだまだね、まだまだフレッシュですよ、フレッシュですよね、ピチピチです、まあ、そんな感じでございますが、はい、まあ、でもね、モバイルスクエアニックスさんもね、はい、かなり多いですよね。そうですね、はい、キングダムハーツコーデットが、プリントされてる、P の 01A というですね、はい、ドコモさんの端末が、はいはいはい、すごく今宣伝してますけど、はいはい、それが発売になって、はいはい、すっごく面白い、あ、携帯でこんなに動いていいのっていうくらい横画面で遊べますので、ぜひそれもお試しいただきたい、はい、対策続きますよね、続きますね、あと頂きストリートモバイルの通信対戦とか、はいはい、あとはちょっと新機軸で、はい、デイモンチェイン、あ、はいはいはい、ちょっとあれ、あ、そう、パズルゲーム、そう、新感覚の先月も出ていてたいただいたあの小暮雅子さん、そうです、趣味はガーデニングです。ガーデニング、なんか先月に比べてだいぶすっきりされませんか？ヒゲとか剃りました。あ、そうなんですか。もうね、大人のゲーム、大人のゲームですよね、大人買いというか大人プレイっていうかね、そうですね、はい、なんかね、あの結婚もしましたし、1ヶ月の間にだいぶね、微妙に同じというか違うというか、いやいや先日は失礼いたしましたみたいな感じでございますが、きっとねこの辺はテロップでいろいろ解説をね、していただけるんじゃないかとも思いますが、まあそんな感じでお仕事も大変だと思うんですけども、最近渡辺さんのマイブームとか何か凝ってるものとかあったりするんですか？いいことを聞いてくれました、はい、実は、はい、これいいのかな PSC で、あ、これちゃんとトレンドに乗っかってますね、はい、これ歩いたり、そうそう、ね、リズムなんとかですよ、はいはい、これで歩いてます、はい、まあ、どうですか、どうですか。いや結構1万歩とか行かないんですけど、はいはい、まあ、7000、8000歩ぐらいは、はいはい、行きますね、はい、はい、ただそのデスクワークもね、はい、してるので、まあ歩いてない時間が1時間半ですとか言われるわけですよまあそれはそうですね、いや歩かないよね、仕事してるんだからね、はいはい、っていうので、あんまりちょっと、甘いとこ、ね、いいです、すっごく、まあ、デスクワークの仕事ですからねはい、そうです、そうです。なんかそれ具体的に何かこういろいろ効果あったりするんですか？まあ、歩くようになりました、頑張って、はいはい、10分続けて歩くと、はいはい、頑張ったねって言われるんですよ、あ、夜
それがちょっと嬉しくて、あ、褒められたくて、褒められたくてね、褒められたいお年玉、たとえ、ね、そう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 、あのソフトにだろうと、もう画面だろうとね、もうすごいね、褒めてほしいみたいな、嬉しいんですよ、頑張ったねって言われると、はいはいはい、まあ、歩くの大切ですよね。そう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 、実はこのコーナーですね、まあ、次のゲーム業界の女性をご紹介していただくという感じなんですけども、はいはい、どなたかいらっしゃいますでしょうか。次はですね、会社同じビルに入ってるんですけど、はいはい、台東の湯気和美さんを、はあ、はい、僕も実は存じないんですが、どんな方ですか。インベーダーみたいな、インベーダーみたいな方、あ、なるほど、大変楽しみでございます。本当素敵な女性です。はい、ということで、来月もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。いいんですかね。